今日はカルボナバラバラの方を芸人に振って、バターとか、うん、あと白ワインとか、うん、入れたらコクが出るんじゃないかな。でこっからよ、うん、溢れた。これめっちゃうまそうやな、うん、なんかもうチーズは？チーズ入れた、チーズを入れていきます、うん、もうほんまにこのスライスチーズが全然美味しい、うん、ただあのパルメザンチーズなんか、うん、粉の、うん、売ってる、あれはよくないな、うん、あれはあんまり美味しくない。卵に大事だ、うん、あ、ええ感じ、ええ感じ、これいいか、うん、火を通しすぎたらダメだな、うん、ちょっと行き過ぎたかな、チーズが、よし、これで完成かな。さあこれにブラックペッパーと、あとはパセリ、まあ、風味、うん、これだったら風味が立つけど、パセリ、はい、出来上がり、めっちゃうまそう、カルボナーラ、特製カルボナーラ、これをシェアして食べようか、フライパンごと食べよう、フライパンごと食べる、いただきます、いただきます、食べようぜ、どうだろうな味、うーん、あ、うまそう、めっちゃうまそう、うまそうだな、うん、めっちゃうまそうだな、うん、この時点、あ、匂いはでもあれ粉っぽい、え、うん、うわ、でもなんかちょっと香ばしいな、うん、車でこのクオリティはいいの、できたな、うん、なんとかできたな、うん、うん、これはええ、簡単じゃん、これ、うん、うん、これ良かったな、初めて試したんだけど、なんかこの見るからにもいるものが全部入っとったけ、うん、ペーストジェノベーゼ、うん、バリラが出してる、おしゃれ、これはおすすめ、これはもうめちゃくちゃいい、うんまよかったね、うまいじゃん、うん、なんか
パスタがもうちょっと太かったな、パスタっぽさもあるよな、うん、卵2個でちょうどいいかったな、おいしい、この香ばしさは、うん、パスタがちょっと焦げた気が出たんだろう、いやほんまにちょっとなこれぞこれぞっていう味が出たのもんな、ベーコン焼いてねえの、うん、焦がしパスタ、うん、うちはあれだもんな、おこげ、おこげ反対家族だもんな、うん、おこげ反対家、おこげやがんなのおこげは食べちゃいけませんって言われとるもんな、うん、なんか声飛んじゃうからすごくおこげ飛んちゃうんから、うん、少々大丈夫だな、おこげや言うてな、うん、おこげや言ったもんないや、おこげやって書いとったけ入るやめたんやうわ、新しいのできとる言うてな、うん、何これ、おこげややめとこいおこげ美味しいよ、うん、うん、でも、焼き物全般がもう焦げとんねる焦げとる説あるよな、だけ全部茹でとかって言うのうち野菜炒めも茹でみたいな、うん、どっか焦げとるだろうこれにもアルミホイル巻きゃいいか、うん、ラップか、うん、ラップや、うん、ラップや、うん、まあ、ラップの皿でいいんじゃない、ラップでの皿があったらいいんじゃない、そんなこれなるわ、もうこっからから出るだからなんかわかんないけどラップでできとる皿、剥いたらまた皿になる、剥、うん、いたら皿みたいな、でもね、これがこういうことだね、これ使ったらっていう、まあ、皿にラップをいっぱい巻いてある商品を作れば、うんうんうん、ピリピリとな、うん、それはいいかもしれんな、うん、じゃあごちそうさまでした、ごちそうさまでした、すいません、深夜に見てるのですいませんこれ全然汚れんかった、うん、うん